カムさんもやはり同じような心境ですか。全く同じですね。はい。そして高木部さん、いかがですか。部さん。落ち着いていらっしゃいますか。今びっくりしましたよ。今完全に寝てました。ちょっとまだありましたけれども、ね。うん。コメントないのか。俺も決めたの。はい。君も決めました。はい。46年ですね。なんかもうドリフターズとして志村が僕らの一緒にやってた人間、普通の一般の方と違うんだよ僕らはね。だから志村は死なないの。ああ。ずっと生きてる。はい。なるほど。我々もこの中にずっと生き続けてくださってます。本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。そして志村さん、46年間お笑いを届けていただき本当にありがとうございました。